信長応援、今回は清須編ということで、信長の清須城周辺を回りたいと思います。最初はですね、信長、秀吉、家康と三英傑にゆかりがある神社、日吉神社ですね、来ました。ここ周辺で、安食の戦いが起きたと言われております。ついに信長が清須だとのね、織田信友との戦いを開始しました。清須城を信長が攻めることになります。秀吉のお母様が触れて秀吉を産んだという。男は触ったらどうなんだろうな。大臣、織田信長公、古城跡。ここが、もともと清須城が場所です。復元した清須城が向こうに立ってます。はい、今ね、電車が、通ったんですけども、まあ、敷地をね、JR の線路引くときに分担したということで、分かれてますね。はい。新幹線めっちゃ通ってます。ついに信長様
ちゃ思います。信長様の銅像で、やっぱここの清洲城のこの信長様が一番かっこいいですね。まあ岐阜、安土、福井、いろいろ見てきましたけど、やっぱここですよね。基調の先、目線の先には信長。パワースポット。織田信長公桶狭間出陣の歌。桶狭間の戦いに出陣する前の姿のようです。はい、かっこいいですね。この二人の間に挟まれると、じゃ信長様に挨拶したということで、次はついにお城に登りたいと思います。かっこいいじゃん、これ。やっぱりね、織田信長といったら、やっぱ清洲城ですよね。皆さんもね、ぜひ一度信長好きなら来てみてください。はい。
サインがいっぱいあります。石坂浩二すげえ。これね、定番のね